今日はですね、アルカトラスの「広島モナムール」っていう曲を弾いてみました。この曲ちょっと ミドルテンポの曲の早弾きって結構難しいんですよ。この曲は「広島モナムール」、多分ですね、これまた翻訳されたやつがあるんですけど、最初の出だしが生まれたばかりで高さは10フィート、でも彼らはそれを少年、まあリトルボーイと呼んだ。これ多分爆弾のことですよね。火の玉は太陽を曇らすだろうという歌詞もあるんですけれど、まあやっぱり戦争のことを言ってると思います。太陽に恥をかかせる火の玉と書いてありますね。まあそれほど大きな衝撃的な光を表してると思います。結構こう考えさせる歌詞ですね。まあこれで、まあどういう思いを込めて歌ったかはちょっとわからないんですけれど、ちょっとまあ歌を歌う、まあそれを訴えてこう伝えて言ってるのかなというのもあるんですけど、ちょっと内容的にはまあ重たい内容の歌ですね。まあ戦争っていうのはやっぱりこういつまでもこう消えない残ってるすごい衝撃的な出来事なので、まあこれからですね、まあそういうことも起きない平和でいたいという願いはありますね。で、この曲、今ちょっとうまくは弾けなかったんですけれど、まあ B マイナーですね。今日は広島、ちょっと間が空いてしまいましたけど、広島モナムール、ちょっとこう、まあ内容的にはすごく重たい感じの曲です。まあ以上になります。平和が一番です。